はい、どうも、不明だよです。今回ですけども、パイロットルークとアナキン復活ということで、育成論やっていきたいと思います。ガチャ引く前にですね、どこまで育てればいいかとか、その辺をですね、把握して、ガチャ、どこまで引くのかっていうのを、まあ、検討してもらえたらなという意味も込めてやっております。ということで、まあ、簡単に、解説していきたいと思います。まずは、アナキン・スカイウォーカーからやっていきますけれども、まずは難易度簡単でございます。まあ、簡単と言っても、言うてもですね、まあ、普通の消去系と、違ってですね、まあ、ジャイロをつかなきゃいけないっていうところがあるのと、なぞらなきゃいけないっていうところがあるので、まあ、そこと比較すると、まあ、ちょっとね、難しいっていう感じなんだけど、まあ難しいレベルはまあ知れてるかなというところ。あとはスキルゲージ繰り越ししてもですね、ボムキャン消去とかしても、最大消去数を毎回出せるっていう、まあこのね、強みがあるので、はい。まあ多少の難易度上がるんですけども、まあそういう強さがね、ありますよっていうところで、はい。とてもいい積むでございますよと。いう感じでございます。で、スキルマックス、必要積む数ということで、必要積む数は36体ということで、未勝時から36体ゲットするとスキルマックスが作れますよというところですね。で、スキル1強いのかというところですと、弱いっす。はい、スコアはまあまあ出るんですけども、コイン稼ぎは弱いっす。発動数がまず重いのと、まあ消去数もね、30は確か超えるんだけど、まあそこ、そんだけ消しても結局発動数が重くてだいぶ辛いよというところです。で、あとは最低限の育成レベルということで、どこまで育てないと、コイン稼ぎできないよみたいな、そんな感じの、育成レベル、最低限の育成レベルっていうところですと、アナキン・スカイウォーカーはスキルレベル5まで上げないとちょっときついかなというところですね。まあ、4でもね、まあまあ使えるんだけど、まあ5は欲しいかなという感じですね。5になるとコイン稼ぎは、だいたい8000とか9000ぐらい。1000ぐらいいけるんかな、平均。8000、9000ぐらいいける。そんなレベルになります。で、これ以上育成不要レベルっていうところで言うと、まあ、もうこれは6までですね。で、ちなみに5から6の成長率で言うと、もう異次元に使いやすくなって、バリ強くなります。ので、まあ、がっつり育成したいという方はもう6まで、やりましょうという感じです。で、コイン補正上がるレベルなんですけども、もうそもそも補正はございませんと。スキルマックスでも42消去とかするんだけど、それが補正なしでガッツリとコインが入りますよというところですね。で、あとはスキルチケット使う価値あるのかいというところで言いますと、スキルチケット使う価値はあります。はい。まあ、どっちかっていうとね、晩成型の積むなんで、スキル5まで育てなきゃいけないっていうところ、最低でも。まあ、そこをね、まあ、考えると、やっぱりスキルチケットのね、力もね、まあ、使っていかないと、まあ、なかなか厳しいところはありますので、はい。アナキン、これからガッツリと使っていくっていう方はね、まあ、スキルチケットぶち込んで、まあ、5ぐらいまでね、上げていくというところがいいんじゃないかなと思ってます。で、スキルマックスの平均コイン稼ぎということで、まあ、平均大体自分が使うと1万枚ぐらい。行ったり行かなかったりみたいな、そんな感じの強さとなっております。はい。ということで、アナキンについては以上になっておりますけれども、まあ、皆さんの方で、こんなところがおすすめだよみたいなところがあれば、ぜひね、コメントで教えてください。あとはまあ、皆さんが思うスキルレベル、スキルレベルか、どこまで育てるべきなのかっていうところもですね、まあちょっと解説、今コメントね、お待ちしております。これはね、自分が考えた基準になりますので、はい。ここだけご了承ください。では、次、パイロットルークということで、やっていきましょう。まずは難易度難しいということで、まあ、まずそもそもスキルがですね、まあ、ペア積むなので、まあ、ね。ルーク単体と R2D2 単体と、あとは重ね掛け R2D2 使ってからスキル発動、パイロットルークのスキル発動ってやるパターンの、まあ、3つのパターンがあるので、まあ、そこはね、ちょっとね、まあ、そもそもパターンを覚えなきゃいけないっていうところと、あとはまあ、ルークのね、調教はね、ツムが動いてですね、スキルゲージ繰り越しができてとか、その辺があるので、めちゃめちゃ使いやすいんだけど、R2D2 のスキルはですね、周りのツム消すっていうところ。で、あとはまあ、ボム巻き込まないので、っていうところと、その、周りのツム消す演出がね、まあ、ちょっと長いので、ボムキャン消去が、まあ、結構必須になってくるというところで、まあ、難易度が高いですよというところですね。はい。
で、スキルマックスの必要積む数ということで、こちらは36体というところになっております。で、スキル1の強さはもう最強です。はい。マジで強い。スキル1でコイン稼ぎ、自分で使うと7000近くいくんかな、平均で。いい時、8000とか9000とかいくという、これもう破格の性能となっております。ただ難しいですよと。で、これ以上育成不要レベルということで、まあ、6っていうところですかね。まあ、この集むは、まあ、Tレベル上がれば効果時間も伸びるし、消去数も伸びるんで、まあ、単純に上がります。はい。っていうところで、まあ、いいと思います。で、コイン補正が上がるレベルは、そもそも補正はございませんよ、というところになっております。で、スキルチケット使う価値あるのか、ということで、あります。はい、このツムはね、スキル1から強いんだけど、スキルマックスにしてもね、強いツムになりますので、スキルチケット使う価値は、まあ、全然あると思います。で、コイン稼ぎ力ということで、平均1万枚って書いてあるけど、1万1000枚ですね、自分が使うと平均。これぐらい稼げるかな、と思っております。はい。ということで、まあちょっとね、簡潔に、まあちょっと急ぎながら、多分右側にプレイ動画、載せて、まあ、そのプレイ見ながらちょっと見てもらってるかなとは思うんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、このね、動画を見て、まあ、どこまで育てるかっていうところですね。まあちょっと、検討していただいて、コインと相談して、明日ですね、ガチャ挑んでもらえたらなと思っております。あとはですね、まあ、パイロットルーク、アナキン、スカイウォーカーともにですね、で使い方の動画、投稿予定となっております。あとはまあ、この後の動画で言うとまあ、そもそもスターウォーズセレボも引きますし、というところ。あとは、なんだろう。どうだろう。新ツムとかのコイン稼ぎ比較もやりますか？パイロットルークと、スターウォーズのセットツムのところはですね、やったんだけど、アナキンとの比較はやってなかったんで、まあ、比較動画出しても、まあ別にいいかなと、まあ勝手に思っておりますよ、という感じです。うん。まあなんか、スターウォーズセレボの中で、まあこんな動画見たいなとか、まあ、低スキルの動画とかも見たいですよとか、その辺のね、まあちょっとリクエストとかも、まあちょっと募集しますので、ぜひコメントで教えてください。ということで、いやー、明日のセレボクソ楽しみですね。明日はもう最高だね。パイロットルークとアナキン同時復活。ないと思ってたのに、同時復活なんでね。めちゃめちゃ楽しみでございます。それでは、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、バイ。喜びが